今この船から落ちているコンテナは先に探し出す人が持ち主です。いくら頑丈に積んだコンテナも落ちるときは落ちるものですが、普通このように海に落ちたコンテナは仕方なく捨てていかなくてはなりません。港の近くにあるコンテナなら何とか積み替えようと努力しますが、それさえも容易ではありません。海の真ん中に落ちたコンテナはこれを再び引き上げるのにかかる費用が大きいため、いくら多くのコンテナが落ちてもただ行く道を行くしかありません。それにコンテナが海に落ちる場合は天候が良くない場合がほとんどなので、コンテナを持ち上げる試みさえしません。そのため運の良い人たちは時々捨てられたコンテナを発見したりしますが、これを拾った人が持ち主になり、宝くじ当選と変わりありません。